それが弟の夢の果てなんだ。俺たちは必ず海へ出よう。この国を飛び出して自由になろう。広い世界を見て、俺はそれを伝える本を書きたい。航海の勉強なら何の苦でもないんだ。もっと強くなって海賊になろう。そんなもんお前に言われなくてもなるさ。俺は海賊になって勝って勝って勝ちまくって最高の名声を手に入れる。それだけが俺の生きた証になる。世界中の奴らが俺の存在を認めなくても、どれほど嫌われても、大海賊になって見返してやんのさ。莫大な財宝が噂される最後の島に西部が行くなっつってんだよ。お宝の噂も真実味が増す。たどり着けば名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ。世界一。そうか、よし。そうさ、そしたら前は何を言い出すかと思えば、ガキでもあるめえし。面白えな、ルフィは。俺、お前の未来が楽しみだ。にゃルフィがそう言った時は、そりゃ俺とサボも笑ったけどよ。だがな、他人には笑わせねえ。俺たちは信じてんだ。あいつは本気でやれると考えてる。だからエース。なん、おい、どうしたヤマト。僕は笑わないよ。それは海賊王が言った言葉だ。おでんが度肝を抜かれた言葉。光月おでんの日誌の中にそれと同じことを言った偉大な男がいるんだ。笑うわけがない。すごいよ、君の弟。へえ、偉大な男か。